ハスロフホは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のマインシュペッサルト郡に、属す、マチソンで、クロイツベルトハイム行政共同体を形成している。この町は1305年に建設された。発掘調査では、石器時代や、青銅器時代にはすでにこの地に人が定住していたことが示されている。第二次世界大戦の始まりまで、ハスロフホは、 農業の町であった。この町は、バイエルン州のマインシュペッサルト軍南西部、シュペッサルト山地周辺部のマインタールに位置し、バーデンビュルテンベルク州、ベルトハイムの宿ベステンハイトの対岸にあたる。最高地点は、クロスター平営山頂の海抜399メートル。最低地点は、マイン川沿いの海抜134メートルである。 町内をハスロッフバッハ川が流れている。この川は、ハスロッフでマイン川に注ぐ。ハスロッフは、四つのオルトからなり、これらは二つのオルツタイルに分けられる。ゲマルクングは、ハスロッフとハッセルベルクである。地区名のハスロッフは、町内を流れるハスロッフバッハ川に由来する。この町は、様々な古地図や資料に、以下のような表記で記されている。 ハスラフ法は1305年に初めて記録されている。1500年からフランケン帝国クライスに属していたレーベンシュタイン家のベルトハイム伯領は伯領の他の部分とともに1806年の売信化によってアシャフフェンブルク広告領となり、1814年にフランクフルト大公国の県としてバイエルン王国領となった。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の自治体例により現在の自治体が形成された。1862年に別クスアムとマルクト・ハイデンフェルトが創設され、ハスロッフホはその管轄下に置かれた。1939年、ドイツ国全土でラントクライスの故障が用いられることとなった。ハスロッフホはマルクト・ハイデンフェルト軍の47市町村の一つとなった。 マルクとハイデンフェルト軍の廃止により、ハスロフホは1972年7月1日に新設されたミッテルマイン軍に編入された。この軍は10ヶ月後に現在のマインシュッペッサルト軍に改名された。第一次世界大戦時、ハスロフホは攻撃による被害をほとんど受けなかった。戦争の影響は主に多くの男性の戦争投入、食料品の価格上昇、 拡大する配給性によって実感された。第二次世界大戦でも貧困と飢餓がこの街を覆った。1945年の正金曜日、ドイツ兵は退却に際して鉄道橋を爆破した。その後復活祭の日曜日にアメリカ兵が戦車で入場し、街の周辺のドイツ兵を探索した。大きな損害は生じなかった。ハスラッホは、 連合国の管理下に置かれた。当初兵士たちは、旧火薬工場で帰居したが、その後、ベルトハイムの大きな兵舎に入居した。1974年7月1日、地域再編に伴い、それまで独立した町村であったハッセルベルクが、ハスロフ法に合併した。1988年から2018年までの、 間にこの町の人口は1431人から1388人に43人、約3%減少した。ハスラッホは、宗教改革の導入以降プロテスタントが多数を占める西洋ハニス教会は、福音主義イコールルター派教会である。カトリックの西洋ゼフ教会入り口のレリーフカトリックの西洋ゼフ教会は、 ハンス・シェーデルによって1956年から1958年に建設された教会堂で部分的にルコルビュジエのロンシャンの礼拝堂に似ている。この司教会はそれまで純粋な福音主義のシュペッサルトの町であったハスロフホにビュルツブルグ司教の誓願によりカトリックの戦争難民のために建設された。建物は 角を丸めた三角形の基礎の上に建てられた戦後、近代様式の鉄筋コンクリート、イコール型流れ屋根の建築で主楼を有している。この保護文化財に指定されている建物の外観は赤い砂岩で装飾されている。アプシス内には戻ってきた救い主の像があり、長方形の窓の帯を介して間接的に照らされている。入り口の上にはアベルの犠牲、燃える。 ウバラの茂み、メルキゼデクの犠牲を描いたレリーフが掲げられている。燃えるような赤いコンクリートガラス窓は、1958年にインスブルックの芸術家、マルクス・プラヒエンスキーによって、ロットバイルのガラススタジオデリクスで制作された。ハスロフホの町役場ハスロフホの町議会は12議席からなる。この町の町長は、ボルフガング・ハールマンである。 彼は2020年3月15日の選挙で58.1%の票を獲得して当選し、2002年から町長を務めていたカール・ハインツ・シェッファーの後任として2020年5月1日に町長に就任した。ズンガラ、青字。三角形に配置され、耳でつながったサンバの金色のウサギ。その上と下に、それぞれ一つずつ。 金のしべを持つ銀色のバラが描かれている。公式統計によれば、2018年にこの町で、働く、社会保険支払い義務のある就労者は259人で、このうち164人が、製造業、41人が商業及び交通業に、従事していた。この町に住む、社会保険支払い義務のある就労者は559人であった。また、 2016年にこの町には3軒の農家があった。ハスロフホには鉄道ミルテンベルクベストマイナスベルトハイム線の駅があり、マイン川南岸にも貨物線がある。ハスロフホの近くにマイン川に架か,かる鉄道橋がある。町内を修道2315号線及び2316号線が通っている。連邦アウトバーンのマルクトハイデンフェルトインターチェンジは、 約5キロメートルの距離にある。歴史的中核部の南西1 5キロメートルにハスロフホ港がある。この町には以下の教育施設がある。ハスロフホ断増所。ありがとうございます。